どうですか？すごい首元すっきりじゃないですか？チェキチェキこんにちは、表参道ヘアアーティストあやまるです。今回は首周りの夏の暑さ対策アレンジを紹介していきたいと思います。この夏の時期の髪の毛をこう下ろしたダウンスタイルって、首のもうほんとこの辺とかに熱こもりすぎてめちゃくちゃ暑くないですか？もうすっごい汗もかくし、この首元に髪の毛がペッタペッタにひっつくわって大変ですよね。そこで今回はもうしっかり首周り涼しく、そして見た目もちゃんと可愛いアップスタイルのまとめ髪を紹介していきたいと思いますので、ぜひ今日のスタイルを参考にしていただき、暑い夏を乗り越えていきましょう。というわけで今日もめちゃくちゃ暑そうなんですよね。もう見る限りめっちゃ日差し痛いみたいな日で、一旦ねこのダウンスタイルで外を歩いてきたらどれだけ暑くなるかっていうのを体感していきたいと思います。ちょうど今日の夜ご飯、どうしても私カレーライスを作りたくて、今から近くのスーパーに買い出しに行こうかなと思っているので、一旦ねしっかり夏のこのダウンスタイルの暑さを体感した上で、その後ね熱い気持ちを理解した上でまとめ髪をご紹介していこうかなと思います。待って、開始1分でもう暑すぎて死にそうなんですけど、見てこの、うわ、眩しい。天気の良さ、やばすぎて、日直当たりすぎてマジやばいんですけど。今日はもうあえて帽子も被らずに、この何もしない状態でどんだけ暑いのかっていう。やば！もう、すごいわ。逆光だからまだマシだけど、よかった。こっち向いてたら多分私、もう何もできないわ。暑すぎる。いや、でも梅雨明けてよかったなって感じはありますけど。やっぱり梅雨時期は梅雨明けてくれ、カラカラ暑い方がいいわって思ってたんですけど、この暑さは暑さで結構しんどい。首がもう早速めっちゃ暑くて、もう汗かき始めてる。これだ、もう暑すぎて髪の毛もうもわもわしてきた。広がり始めてる汗で。今日はどんなカレーを作ろうかしら。やばい、日陰来た、嬉しい。日陰コーナーも終わりや。やばい、暑すぎる。皆さん、カレーは、調味料を加える人と加えない人いると思うんですけど、カレーライス出来上がった後、私は、カレーにマヨネーズを入れるのがめちゃくちゃ好きなんですけど、他にもさ、カレーライスに醤油入れる人とか、ソース入れる人とか、いろんな方がいると思うんですけど、皆さんは、カレーライスには何を入れる派でしょうか？すごいなんかとんでもないものとか聞いてみたい。ぜひ皆さんの調味料というか、隠し味ぜひ教えていただけると。うちの実家これだったよとか、例えば愛知県は何入れる人が多いよとか、ぜひ教えてください。マジで暑すぎてやばい、ベタベタする。もうそろそろスーパーに着くので、ちょっと買い物してきます。はい、買ってきました。なんかいろいろ買いすぎて、カレーじゃない以外のものの食料とかもいっぱい買っちゃって、すごい大荷物になっちゃって、より暑い。これはねしんどいわ。もう熱こもりすぎてこの辺やばいですね。というわけで、ここからは首元すっきりアップスタイルまとめ髪をやっていきたいと思います。もう見ていただいた通り、もう画面越しでも熱いのが伝わるんじゃないかなって思うんですけど、髪を下ろしていることでこうね熱がこもってしまう原因を、髪をまとめることで可愛く解消していきましょう。顔もテカテカ。はい、ちょっとクールダウンしてきたので早速やっていきたいと思います。今回はまとめ髪2つパターンで、ちょっと下の方でまとめられるようなちょっと大人っぽいスタイルと、上の方でお団子を作るようなちょっとポップなスタイル、2つやっていきたいと思います。2つのアレンジ両方ともヘアゴムとヘアピンを使いますので、ぜひ用意していただくといいかなと思います。じゃあまずは下重心のまとめ髪からやっていきます。はい、まずは髪の毛をジグザグに指で分け取ります。こんな感じですね。もう人差し指の爪で、もうここは本当にざっくりで大丈夫です。こういう風に綺麗にパックリ分け目が見えるわけじゃないので、ただまっすぐにこう分けてしまうと分けてます感が出やすくなっちゃうので、この分け目を見せにくくするためにこうギザギザにしているだけなので、綺麗にギザギザにならなくても大丈夫です。もうざっくりで OK です。はい、そしたらまずは右の毛束からこの髪の毛を三つ編みにしていきます。今回は分かりやすいように皆さんと同じ向きで、後ろ向きで私はやっていきますが、ご自身でやる場合は前に出してやっていただいても大丈夫です。ただ注意してほしいのが、あんまりこう横に出てくるような感じで三つ編みにしちゃうと、こう後ろに持ってくる時にここがボヨってしやすくなっちゃうので、なるべくちょっと三つ編みのスタート地点はこのちょっと後ろの方からやっていただくといいかなと思います。はい、ではやっていきます。まずは毛束を3等分に分けます。そしたら左の毛束を真ん中に持ってきます。次は右を真ん中、左を真ん中。ちょっとさすがに腕がこれ以上下いかないので持ち替えます。はい、続きやります。
で、ある程度毛先を余らせた状態でゴムで結びます。で、毛先の毛先は結びきらないお団子でこんな風に留めておいてください。こうすることで毛先がピョーンと飛び出てくることを防ぐことができます。はい、そしたら次反対側も一緒です。まずは毛束を3つに分けます。そしたら左の毛束を真ん中に、右の毛束を真ん中、毛先をある程度余らせた状態でゴムで結んで、最後は結びきらないお団子でストップです。はい、そうするとこんな感じになりました。この髪の毛を紐だと思って肩結びみたいな感じでキューッと結びます。そしたら左と右の毛束をクロスさせてバッテンを作ります。そうしたらこの結びきらないお団子の毛先の部分のところをちょっと中にグッと端っこに入れ込んで、この入れ込んだ部分を片方ずつピンで留めていきます。裾のところをギュッと引き上げて中に押し込むような感じで入れ込んであげるといいかなと思います。留めるときは毛先の結びきらないお団子で結んだゴムのところあると思うんですけど、ゴムのところに貫通させるように地肌の髪の毛とゴムを一緒に留めてあげるといいかなと思います。ゴムを引っ掛けてから地肌にしっかり留めてあげることで結構しっかり丈夫に留まってくれます。逆に髪の毛同士だけをピンで留めてしまうとその後プカプカ浮いてきやすくなったりするので、ピンを留めるときはゴムに貫通するような感じで留めてあげるといいかなと思います。はい、そうするとこんな感じです。じゃーん、どうですか？すごい首元すっきりじゃないですか？前から見るとこんな感じです。すごくすっきりで、見た目もすんごい可愛くないですか？もう一見どうやってやったのかわかんないようなこの複雑な動き、髪の毛を紐みたいに結んでバッテンにしてってやってるので、意外とやってること単純なんですけど、すごい複雑に見えませんか？こういう動きのある髪型ってこういうシンプルな白 T とかにもすごく合うので、この夏ねきっと白 T 着ること増えると思うので、ぜひ使っていただけるアレンジになってるかなと思います。大人っぽいですし、どの年代の方にも使えるヘアアレンジかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、では次2つ目。2つ目はちょっと高めの位置のお団子まとめ髪を作っていこうかなと思います。はい、まずは後ろで髪の毛を1つに結んでいきます。結ぶ位置は自分のお好きなところで結んでいただけたらなと思います。私は顎から耳にかけての延長線上の部分で結んでいこうかなと思います。こうやっぱり高めのお団子って前からチラッと見えた方がより可愛く見えるかなと思うので、ちょっと高めの位置でやっていこうと思います。はい、だいたいこの辺ですね。顎から耳にかけての延長線上の部分です。ここで髪の毛を一つに結んでいきます。結構ここまでは手ぐしでざっくりの方がルーズなお団子に見えて可愛いかなと思います。あえて手ぐしでやるっていうのもねポイントです。はい、そうしたら髪の毛を2つに分けます。2つに分けたらまずは片側から、今日は左からやっていきます。手握り握ったところにゴムをつけていきます。結構この時2人目に結んであげた方が後々取れにくくていいかなと思います。はい、そうしたら今結んだゴムの上のところで真ん中に穴を開けて、毛先を外から内側に入れるようにくるりんとします。はい、そうしたら次今結んでいたゴムをまたさらに一握り分ぐらい下にずらします。で、こうずらしていくにあたってこう毛先が細くなっていくので、緩くならないように最初しっかり留めておくっていうのが大事になりますね。はい、そしたらまた同じように真ん中に穴を開けて、ちょっとずらしてもいいです。最初にやったこの穴の部分をちょっとずらして穴を開けるとより動きが出て可愛いです。はい、ここにまた同じように外から内に入れ込むようにくるりと。はい、でまたさらにもう一回ですね、同じぐらいゴムを下にずらしたら、またさっきと違うところに穴を開けて、この中に外側から内側に入れ込むようにくるりんぱをします。はい、では次反対側ですね。反対側もおさらいですね。今と同じ、まずは一握りしたところにゴムを結びます。ここはしっかりめに結んでおくと後々やりやすいです。はい、そうしたら真ん中に穴を開けて、外側から内側に入れ込むようにくるりんぱをしていきます。はい、そしたらまたさらに一握り分ぐらい、同じぐらいですね、ゴムを下にずらして、さっき穴開けたところとはちょっと違うところに穴を開けます。そしたら同じように外から内に入れ込むようにくるりんぱ。はい、そしたらまた同じぐらいゴムを下にずらして、また違うところに穴を開けて、もう無理やりこじ開けるっていう感じで大丈夫です。この穴の中に外から内に入れ込むようにくるりんぱします。はい、そうするとこんな風に魚の骨みたいなのが2つできました。そうしたらまず3つ連続くるりんぱを軽くほぐします。いろんな角度でくるりんぱ3回やってるので、あんまりほぐさなくてももちろんふわっとして可愛いんですけど、よりボリュームを出したい方は少しこのくるりんぱ連続のねところほぐしてあげるとよりふわっとするかなと思います。はい、そうしたらこの毛先を巻きつけていくんですが、巻きつけるときは片方だけじゃなくて一気に巻いていきます。まずは毛束を持ったら上に持ち上げて、この2つの髪の毛をクロスさせます。
したらさらに下まで持ってきて、もう一回クロス、もう一度上に持っていって、この毛束を両手で支えてあげます。あとはこの左右の毛束のところをピンで留めてあげれば、こんな感じで完成になります。ただ2本じゃピン怖いよっていう方は、今とは別方向からもしっかりピンで留めておいてあげると、より丈夫で安全になるかなと思います。このピンを留める時も、中に最初に結んだポニーテールのゴムがあると思うんですけど、このゴムに向かってちょっと突き刺すようにピンを留めてあげると、しっかり丈夫に留まってくれるかなと思います。はい、こんな感じで完成です。じゃーん、前から見るとこんな感じです。チラッとね、このお団子の先端が見えて、すっごい可愛くないですか。あとやっぱり上の方で髪の毛をまとめると、ちょっとお顔の皮膚も引っ張り上げられて、なんかリフトアップした気分になれますね。ただの巻きつけたお団子だと、結構この面がねチュルッとしてしまって、もう動きのないような感じになってしまうんですけど、それもねタイトな感じで可愛いとは思うんですけど、やっぱりこうちょっとふわっとしてるお団子もめちゃめちゃ可愛くないですか。くるりんぱは3つ連続でしている髪の毛がこう重なり合ってお団子にまとまっているので、すごく動きが出て、ただ巻きつけた感じじゃない感じのお団子に見えません。やっぱり上の方でアップにするとより首が涼しいし、なんかすごく過ごしやすいというか動きやすいなと思うので、こちらも参考にしていただけると嬉しいです。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。髪の毛が首にかかってないだけで、あの体感温度全然変わるなってすごく感じました。あとはもうシンプルにアレンジをするだけでテンションが上がるので、気持ちがすごくハッピーになりますね。でやっぱり夏は服がシンプルになったりとか、もう私も夏になると白 T 率がすごく上がるんですけど、やっぱりどうしても服装がシンプルになると、なんか何にもしてない状態だと寂しい感じがしちゃうんですよね。なんですけど、今回みたいにやり方は簡単だけど見た目が複雑に見えるような可愛いアレンジだったら、もうあえて逆に白 T デニムとかシンプルな格好でもおしゃれに見えるんじゃないかなと思います。ぜひ今回紹介させていただいたアレンジを参考にしていただいて、少しでも快適に夏を皆さんにね過ごしていただけたら嬉しいです。で、一個注意してほしいのは、このね日差しガンガンの中アップスタイルにするときは、腕とか顔だけでなく、この首の後ろのところもねしっかり日焼けの対策をしていただけるといいかなと思います。しっかりスッキリする分、やっぱり肌は見えるようになりますので、ぜひ日焼け対策はやっていってください。また私の公式 LINE のお友達追加もお願いします。追加特典として期間限定で5つの限定動画と、私が出版した書籍の一部を無料プレゼントしています。お友達追加方法は概要欄のリンクから、かもしくは固定コメントのリンクから追加することができます。この機会にぜひ LINE のお友達追加お願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。カミニーとは現役の表参道美容師であり、毛髪診断士でもあるあやまるが、開発プロデュースを手掛けるヘアケアブランドです。発売時は Amazon ビューティーカテゴリー9冠達成、また楽天市場では発売開始早々に総合ランキング1位を獲得するなど、今注目されているヘアケアブランドです。一番の特徴は150万人を超えるフォロワーを持つ SNS を活用している点です。 SNS を活用することで広告費を削減し、削減分を原料に充てることでサロン専売クオリティを手頃に使い続けやすく提供する、新常識を作り出すヘアケアブランドです。髪を通して日本中の女性を輝かせるというコンセプトのもと、皆様の髪にいいものを提供し続けることをお約束します。もっと知りたいという方は概要欄もしくは Amazon 楽天市場にて髪にいいで検索してください。よし、買ってきた材料で今からカレーライスを作りたいと思います。まあ、うまくいってたらここに写真でも載せようかなと思います。写真がねはいってやって載ってなかったら、ちょっとねあんまりうまくできなかったのかなって察してください。今日はお肉は豚バラのブロックを使ってちょっと存在感出して、お肉メインのさらにチーズ乗せちゃったり、卵をちょっと半熟にしたやつを乗せちゃったりして、ちょっと豪華なやつ作ろうかなと思ってます。成功しますように。